その1ヶ月前の夢で見てて、ここ左に曲がったらお店あるでしょって言ったら本当にそこだったんですよ。でその時は何が起こってるのか分からなくて怖くて、ちょっとその2時間の間わーってずっとうずくまってたんですけど、でもはっきりあの時は1ヶ月に見た前に見た夢だって思って、すごいびっくりしたっていうのはありますね。まあ、今こんなことないんですけど全く。幼稚園も。ただでも直感には従うようにします。直感は大事って言いますもんね。で僕の場合直感結構当たるんですよ。おお、そうなんですか。ふーって思ったこと結構当たったりするんで。ほお。えじゃああれですか、なんか宝くじとかもなんかもしかしたら当たるんじゃねみたいな、わかるんですか。あ、それが分かったら一番いいんですけど、ね、今のところ宝くじでそれがないんですよね。あ、そうなんすね。今日買いに行こうと思う。あ、でもちょうど1年前でしたっけ、読谷で、この出た時に一等が宝くじ行った一等出た時に大騒ぎになったじゃないですか、ニュースで。あの日占い師さんの方、琉球風水師のシウマさんって方が、西の方向で買うといいですよ。え、ちょっと待ってください。え、シウマさんとつながってるんですか。あ、いえ、テレビで西の方向で、この買うと今回西が運気高いのでっていうニュースを、ニュースっていうかテレビで見たんですよ。あ、番組でですか。はい、番組で。はいはいはい。で、あ、なるほど、西で買うといいのかって自分の家から基準に西で考えてたんで、はいはいはい、僕沖縄市の人間なんで、どこで買おうかな、チャタンかな、あ、来たなんか、あ、仕事行く途中にライカムがあるからライカムで買おうかな、うんうん、あ、読谷もあるな、ほう、あ、でも読谷遠いからライカムでいいかなって言ってライカムで買っちゃったんですね。あー、はいはい、その時読谷って確かに浮かんだんですよ。へー、あ、だから、あ、そのライ読谷で買ってたらもしかしたらっていうのは1回だけありました。へー、はい、シウマさんって当たるんすかね。なんかすごいみたいですよね。なんかあの人なんか数字を入って持ってたら運気が上がるとかなんか言ってるじゃないですか、はい、数字書いただけで運気上がるのかなってちょっと疑問に思うというか。でも自分は数字結構好きですよ。なんか数字に験担ぎしてますいつも。マジ？はい。え、ちなみに何番が好きなんですか。自分は2が好きですね。 2？ はい。ほう、一番好きな数字は2です。これは1から9の間の中で2ってことですか。はい、はあ、あ、じゃあ別に2桁3桁とかじゃ関係なくではなく、もうオンリーワンの数字なので。ああ、っていうのも2ってすごい特殊なんですよ。そうなんですね。偶数なのに唯一素数なんですよ。あ、なんか素数聞いたことある。素数っていうのは1かその数字でしか割れない数字っていうので、1、2、3、5、7とかっていう数字が素数なんですけど、13とか、うん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 、はははは。3もですか。3もです。3もですけど、3とかっていうのは奇数なので、うんうんうん、偶数がなぜ2しかないのかっていうと、他の偶数の数字ってのは全部2で割れちゃうんですよ。あー、なるほどなるほど。なので、まあ、偶数が、まあ、素数ではなりえないんですけど、うんうんうん、でも結局じゃあこの唯一の2っていうこの数字が大好きですね、うんうん、あー、なるほどね。キャンさん、かっちゃんさんからコメント来てますよ。 ありがとうございます。かっちゃんさん、白い女の人の夢は、あなたが女性なら、夢の中の、見知らぬ女は理想の女性像だったり自分自身の一面が現れる場合があります。夢の中の女性に嫌な印象を受けたなら、あなたが持っている嫌な一面でしょう。あなたが男性なら、夢の中に見知らぬ女性は、あなた自身が持っている女っぽい部分を強調しています。ほー、おー、面白いですね。強調してるんだ。はー、え、これは夢占いで調べたんですかね。だと思います。はい、
2番といえば高橋よしひこって書いてますよ巨人ですか。ああそっちか。ああなるほどね巨人は吉野部でしたっけ。吉野部あかっちょんさんそうって書いてますよ。夢占い、よくこんな短時間で調べられましたね。ちなみにあれかっちゃんさん、カニ座の常さんの占いもしてましたね。ああそうそうなんか書いてましたよ。カニさんの通念さん、はい、今日はするべきことよりもしたいことを優先して OK です、うん、するとモヤモヤしていたことや迷っていたことにすっきりとした気持ちで結論を出せるでしょう、うん、てかかっちゃんさんもさ夕方6時半なのにさするべきことよりもしたいことを優先ってもう1日終わるって。もう大丈夫です、まだあと5時間半あります。5時間でもこっち終わったらすぐ夜勤行かなあかんねやることできないっすよ仕事しかできないもんやること追われてるじゃないですかそうそうそうもうやりたいことがねもう全部後回しなんやからいつもあやりたいことって言えばやっぱあれなんですよ、自分結婚はしたいんですよ。結婚願望ってやつですね。そうそうそう、はい、最近ちょっとずつやっぱり結婚したいなって思い始めてるんですよ。前までは、はい、結婚なんていらんわと思ってたんですよ、はいはいはい、もう仕事さえできてればもう全部もうずっと独り身でもいいかなと思ってたんですけど、はい、やっぱりこの知り合いが結婚したとか、はい、でそろそろあと5日後に子供が生まれるっていう知り合いもいるんですよ。わしかもこの子若いんですよ、まだ20代なんですよ。ああいいですね。これ俺先に結婚して子供産むんかと思ってなんちゅう、チャンスもろうとんねんと思ってさ、はい、じゃ結構嫁はんも可愛い子なんですよ。わー素敵ですね。もうめっちゃ羨ましいんですよ。でたまにこの子にお願いだから半分いなぐちょうだいとか言ってもいや半分どころかあげることはできませんよと言うんですけど、はい、なんかもうちょっとね、結婚とかそういう出会いとか恋愛とかが欲しいなって最近つくづく思うんですよね。もうしかもあと2ヶ月ちょいしたらクリスマスじゃないですか。あらまあの季節ですか。そうそうそう、もうパンプキン終わったらすぐクリスマスが来るんですよ。あーもう余裕ないですよね。そう余裕ないんですよ。でも今最近あれですよ、 YouTube でケンタッキーのあのクリスマスのソング歌うんですよ。あなんだ何でしたっけ、クリスマスが今年もやってくるって、はい、今の時期から聞いてるんですよYouTube でもう先取りしてあもう今で体勢つけようとそう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 。でもちょっと寂しくなるんですよね、あのクリスマスソング聞いたら。そうですね、分かってるんですよ、はい、あの今年も多分一人やろうなって分かってはいるんですけど、でもちょっとだけあの希望を持ちたいんですよ、はい、わかりますキャンさん。 もちろんです。僕あの37まで彼女いなかったんで。あそうなんですか、はい、え今はいるんですか。今もいないです。今いないんですか。今いないです。あらら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 、らマジですか。 でも欲しいっていう気持ちはあるんですよね。もちろんそうなんですけど、うんうん、まあ、自分子供が好きなので、はいはい、もちろん僕も、結婚して子供できてっていう結婚願望強いんですけど、あなかなかそうですね、まだ良縁に恵まれてなくて。ですよね。もうさ、このカープボーイさんが今コメントで言ってるんだけどさ、はい、この前言ってた人には声をかけきれたのかな、そういえばって。あの以前、はい、あの多分キャンさんがいない時にこのちょっと恋愛的な話したんですけど、はいはい、自分あのとある耳鼻科の病院で働いてる女性が今ちょっと気になってて、はいはいはい、ちょっと髪が長いんですよ。いつもポニーテールしてるんですけど、そう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 、はい、キャンさん見てポニーテールしてる人なんですけど、この人がとっても今気になってて、でもずっと1年前から、はい、あいいな可愛いなって思ってるんですけど、一回もまだ喋ったことないんですよ。あなるほど。だって自分耳鼻科に行く予定ないもんいつも内科に行くから、はい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 、1階に内自分が行ってる内科があって、はい、その2階に耳鼻科の病院があるんですよ、は
でも耳鼻科に行く予定すらないから話すきっかけすらないんですよ。あでましてやいきなりこの名刺とか渡してあの LINE 交換しませんかっていうのも変じゃないですか、はい、それができないままもかれこれ1年半になるんですよ何かしらこのタイミングがないかなっていつも考えてるんですけど、あれですよ、あのもうイヤホンしまくっていやあの耳の中にちょっとかゆみ感じますんでって言っていくんですよでそれが耳鼻科に行くきっかけ、はい、ちょっとかゆくて我慢できないんですけど、なんかいい方法ないですかねえでもそれって受診料払わないといけないんですよねそうです、あの診察受けるから、はいはい、それ以外タイミングきっかけとかないんです？あそれ以外あ難しいですよね。でもこの方があの朝出勤するときとか、はい、いつも見るんですよ。あそうなんですか。あの病院が開く前に自分駐車場で待ってて、はいはい、でこの方が後から出勤して階段登って2階に耳鼻科の病院行くんですけど、はい、なんかこの出勤するときに何かしらチャンスないかなっていつも考えてはいるんですけど、爽やかな挨拶を繰り返しやるとかですか。あ、おはようございます。自分車でいつも待機してるんですよ。もうそのタイミングが合わせて出て出てから、はい、であどうもおはようございます、おはようございますって言ってまた車に戻るんですかそれ待ち伏せや変質者に思われます。まだ中に入れないんですね、うん、病院が開く前なんですね、はいはい、あ難しいですね。でしょ、はい、この人はもうタカタカ階段登ってもう職場にも行くんですけど、はい、自分はずっと車で待機してる中この出勤する彼女を見て、あ今日も可愛いな、おはようございますって会釈してから見守ってるんですけどなんかねもうタイミングがこれっぽっちもないんですよ。だから多分可愛いから彼氏とかもしくは結婚とかしてるのかなとかちょっと思ってたりもするんですよね。カープボーイさんがちょこちょこコメント持ってきてるけど、ハルさんがパンチで話し出したから思いっきりビンタして鼓膜破れた爆笑。違う鼓膜破れたって言ったらそれやばいやつやん。階段のところで偶然装って待ち伏せとかはできるんじゃないの。あー階段のと階段のところで偶然待ち伏せできるかな。待ち伏せってちょっとあれですもんね。そう、あの本当に、うん、恋愛のきっかけをつかみたい場合は挨拶って一番いいらしいです、うん、普通にこんにちはとかで、こんにちはで、そっから広がります。話広げないんですよ、わざと。え回数増やすんです。あこの挨拶の回数を増やして、はいはい、単純接触効果って言うんですけど、心理的な現象で、うん、よく顔を合わせる人には親近感を感じるっていう心理効果があるんです。あなので、はいはいはい、この回数が増えれば増えるほど、うんうん、あこの人大丈夫そうだなっていうので心のバリアがどんどんほどけていくので、そのタイミングで少しずつ会話を増やしていくと、うんうん、親密になりやすいです。ちょっとその詳しい話一旦 CM 入れてからもう一回聞かせてもらっていいですか了解です。じゃあ CM お願いします。まあ、こんなこと知ってても僕使ったことないんですけどね使ったことないですか、はい、使ったことないって言うと語弊ですけど、使ってもその先まで進めたことがないです。心理学結構ハマってた時期があったので、大学から社会人、まあ、20前半ぐらいまでちょっと心理学でいろいろ勉強してたんで、なんか使えそうだなってこれは思ったんですけど、心理学って実際使えるところあります？まあ、結構使えますよ、やっぱり、はい、ね、割とこの子供に対する対応とか心理学結構うまく使うと言うこと聞かせやすいです。僕がプールの関心
が一番最初の仕事なんですけど、うん、その時に、まあ、危ない子してる子たちとかっていうのを注意する時に、最初バーって大きく怒鳴って、うん、あ、何やってんだよ、危ないだわって、こっち来いって呼びつけて、呼びつけてきたら静かにゆっくり、危ないよね、分かるよねって、ゆっくり言い聞かすとこの子たちがちゃんと入ってくるので、っていうこの使い方とかっていうのは知ってました。特に心理学はだから、子供とかに対してのこの心理的なアクションっていうのは起こしやすいので、割と覚えてると便利だと思います。まあ、怒鳴るのは今の時代では多分ダメだとは思うんですけど。パワハラですか。パワハラって言われるのは。さあ引き続きちょっと恋愛っぽい話はしてるんですが、その続きのキャンさんが先ほどおっしゃってたのもちょっと詳しく聞きたいんですけども、はい、単純接触効果っていうあの心理現象がありまして、うん、普通に顔を見合わせるだけの回数を増やすことでその人に好意を持つっていう心理効果があるんです。好意を持つんですか。だんだん好意を持つんです。なので例えばですけど、気にもしてなかった子なのに電車で通学とかでいつも真向かいに座ってる女の子とかがいると、うんうん、はいはい、最初気にしないのにだんだん気になってくるんです。あ、今日も座ってる、あ、またいる、あ、で、それがずっと続くとやがて好きになるんです。え、これ言葉を交わしてなくてもなくても起こる効果なんです。そうなんすか。だからその認識があればいいので、ただあの声この言葉交わしてないと相手にまず見られてない可能性があるので、うん、その効果をちゃんと相手に与えるためには挨拶が一番有効なんです、うん、おはようございますって、もうこの一言をただにこやかに爽やかに、おはようございます、あ、今日もお疲れ様ですとか、これを繰り返してずっとこのタイミング繰り返していくだけで親密度が上がっていきます。そうなん。はい、じゃあこの耳鼻科の人にも効果あるのかな。まあでも警戒されてたとしても、うん、最初警戒されてる人に対してずっと爽やかにずっと挨拶だけ繰り返してそれだけで爽やかにバーってやってると、だんだんこの人もあれ挨拶いつも挨拶しかしないなーって、そんなになんかやましい人ではないんだろうなってだんだん心理的に変化してくるんですよ。でもなー、相手の感触が良くなってきたり、相手がこの、うん、例えば最初挨拶も返さなかった、挨拶返してくるようになった、うん、で挨拶と一緒に、あ、今日はどうされたんですかとかって相手の方からアクションが来るようになってくると、相手からもなんか興味を持ってもらってる状態まで持ってきてるので、その状態からちょっと会話を始めます、うん、すると割と、あ、こういうことが好きなんですねとかって話とかにつながって、まあ、ちょっと親密度が上がっていくとかっていう使い方ができます。マジ、はい、挨拶、はい、挨拶一番ベストです。じゃあ、私が行ってる内科の病院だったら普通に挨拶できるじゃないですか、はい、最近も行ったんですけど、だって耳鼻科に用がないのにただ挨拶してで、まあ、さっき言ったように車に戻るっていうのがちょっとな、確かにその状況となると難しいですね。他に方法ないのかなって思いますけど、詳しいなんか状況が分かるといろいろ戦略立てやすいんですけど、例えばこのお姉さんの近くに自分が車止めるとかだったら多分何かしらチャンスはあると思うんですよ、はい、めちゃめちゃ離れてるんですよ車止める場所が、はい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 、だからまたね急遽お姉さんが泊まってるところに車自分が止めたらなんか変に思われるじゃないですか、はい、あれ なんだろうって、ね、そうそうそう、今までもっと奥に止めてたのになんでこっちに止めてるんだろうとか警戒されちゃいますね。そうそう、そういうのも考え
ったらできないなって思うので、もうカープボーイさんなんかアドバイスをお願いしますってなんか書いてるね。じゃあ病院で待ち時間の時にトイレとか行く時にわざわざ耳鼻科のところのトイレ使って顔出して挨拶すればいいんじゃないの、病院行くたんびに。それもそれでちょっとやばくないですか。耳鼻科のトイレわざわざ使いに行くってこと。なんでやってみないとわからないじゃない、そんなに気になってるんだったら。だけどだってそれ気になってはいるけどさ、なんか普通にさりげなく、はい、タイミングが欲しいのよ。ですね、さりげなく、なんか相手にも違和感とか不安とかを与えないまま、はい、なんか自然にあみたいな。でも何か動かすためのワンアクションって少し強引さ必要ですからね。まあそう分かってはいるんですけどね。まあでも最初はやっぱり自然にそういう挨拶からっていうのは僕はお勧めしたいと思います。ああ挨拶ね、どこで挨拶できるタイミングがあるんやろな。ずっと考えてるんですよ1年半前から、はい、でもなかなか答えが出しきれないですね。うん、恋愛って難しいですもんね。難しいんですよ。なんかな、もういつも、うん、叶わない恋ばっかりしてるんですよ、うん、自分。Me too です。一緒ですか ？Me too です。キャンさん恋するんです？しますよ、それは。ただで僕スパンが長いので。スパンが長い。はい。あ、この人好きだなって思ったらそんな5年6年とか。5年6年片思いのままで5年6年ずっと片思い、はい、そんなにできるの。結構昔からそうですね。へえ。でこの片思いするじゃないですか、はい、実らせることも中にはできたんですか。過去に。過去にはないですね。ああ片思いが楽しかったりします。あなんかわかるわかるわかる。この片思いの間だと、うん、こあのなんか何でも頑張れるみたいな。ああわかるわかるわかる。だからあえて進めない。はいはいはい。でこの前見てもう今のタイミングだったらいいかなって告白して玉砕するみたいな。はい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 。進めてないので、うん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 、玉砕しかないんです。はいはいはい。一緒っすね。わかる。不器用なんです。わかる。めっちゃ自分も不器用ですよ。いやまあでもまあそうも言ってられないなっていう年には確かになってきたんですけどね。まあそうなんですけどね。まあ年齢関係ないですもんね、恋愛はね。まあ確かに。大人。なんかもうちょっとコツを。はい。掴みたいんですよね。その辺はやっぱ恋愛マスターなナンパ師の人たちとかに相談しないとちょっと僕の方では手に負えないです。あの方たちってちゃんと教えてくれますか。なんか自分のものだから、はい、簡単に教えなさそうじゃないですか。僕は友人に言われました。なんて言うの？数だよって。ああ数打ち当たれみたいな。そうですそうです。振られるのを恐れる必要はないよと。あの当たる人は必ずいるからって言われてます。はい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 。まあそうなんです。でもそういう男子って本当に声かけうまいんですよ。恥ずかしくないんですかね。いやでも実際そういう友達に助けられた場面もあるので、こいつらすげえなーってこう本当に感動しました。マジですか、はい、すごいね。自分の知り合いもナンパして、はい、彼女作った人いるんですよ。自分より年下なんですけど。すごいですよね。僕には絶対できないです。自分もできないですもん。でも親戚多いので間違っても親戚に声かけたりとかしたくないそれは怖いっすね親戚に声かけてそれがバレたらね、はい、初孫なんでいとことか全員年下なんで。あー、はい、なるほどね。あー絶対怖いですよねまたカープボーイさんよコメント来てるな。まあそれは当たってるよ。まあ数でも当たらない僕みたいなのもいるけど笑。 あと年齢は多分若い時は関係ないと思ってるけど年取ったらやっぱり若い時に、しとけばっていうのがいっぱい出てきているよ僕って
あ、確かに、まあそうな、カーブボーイさんが言ってるのも重々わかるんすけどね、もうなんかもうエンディングも近づいてきてはいるんですけど、はい、どうでしたキャンさん、もう今日2人きりでこんな、意外と1時間足りないんですね。足りないっすね、はい、なんか次から次へとネタの話が出てきますね。そうですね別にゲストいなかったとしても話ができるなって今日実感しましたね。よかった、はい、もう普通に今まで普通にも、はい、ちゃんとした番組ができたなと思ってますね。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ、もう今日はどうなるかとヒヤヒヤしたんですけどねネタどうしようかなと思ったんやけど、実を言うと恋愛僕一番苦手分野なんで、僕もちょっと不安だったんですよ。自分もっとに多分キャンさんより苦手ですいやでもいろいろ今日、うん、その夢占い的な話とか、そのね最後の、はい、恋愛の話もいろいろ聞けたからね、ちょっと耳鼻科のお姉さんにちょっとねタイミングつかみたいと思うんだけどな、はあ、まだまだ先の話になるかなと思いますけど、皆さんいかがでしたでしょうか。もう2人だけのトーク番組、そろそろもうお時間となりますので、はい、はあ、もうね、まあ次来月はまたゲストさんを呼んで、番組を盛り上げていきたいと思いますので、皆さんも、いい出会いも作って楽しんでください。ではまた来週、あ、来週じゃない、来月私が担当するので、また来月もよろしくお願いします。バイバーイ。ちょっと